先生お疲れ様でした。ありがとうございます。小太郎ちゃんの飼い主さんに、はい、一言何かメッセージを。そうですね、あの小太郎ちゃんですね、今回抜歯する歯1本あったんですけれども、歯周病が進んでる歯はそれほどなかったので、飼い主さんがこれからケアをしてあげることでこの状態で維持できればですね、あの年齢がですね上がってもですね自分の歯で生活することができるかなと思いますので、はい、頑張ってあげてください。ワンちゃん、猫ちゃんと仲良く暮らすための30分番組、猫ワン。猫ワンはご覧のスポンサーの提供でお送りします。散歩の時はリードを外さないようにしましょう。伸びるリードも犬嫌いの人にとっては恐怖です。糞は持ち帰り、尿もペットシーツで吸い取ったり水を流したりして人に迷惑をかけないようにしましょう。松山市東のディスカウントドラッグコスモス東の店斜め前、村上犬猫病院は猫ワンを応援しています。ただいま。お家古くなっちゃったね。そうだ、ちょっと待っててね。なんだこの行列。ケース平岡工業、本日は、歯石除去予定です。お願いします。コタさん、コタさん、はい、引き続き、はい、お願いします。プロコ入れます。はい、さあ、眠くなってきますよ。はい、肩からの力を入れます。肩の力が抜けてきます。高橋香織先生です。お忙しいところありがとうございます。よろしくお願いいたします。先生は鹿児島大学の先生でいらっしゃるんですか。はいはい、そうです。今鹿児島大学の附属動物病院で歯科と口腔外科を担当しております。あの動物の歯科っていうのは初めて聞いたんですが。ですか。最近では、口腔歯科で、あの飼い主さんもすごく興味がある方が多くてですね、飼ってるワンちゃんの歯が大丈夫かとか、匂いが気になるとか、痛そうだとかでですね、相談に来られる方がすごく多いです。はい、鹿児島の方が意識高い気がしますね。そうですか。そうですね、あの今インターネットだったりとか雑誌などでですね、あの情報を得られることも多いのでですね、であと、まあ、あの紹介病院さんからですね、この子の歯は重度歯周病なのでということでですね、ご紹介されてきたりとかすることがあります。すいません、ワンちゃんに歯周病、は
人と一緒な感じですか？そうですね、歯周病は一緒ですが、ただ進行が人よりも早いです。どうしてでしょう？ですね、口腔内の唾液のpHが、人とワンちゃんとで違うんですね。人は弱酸性なんですけども、ワンちゃんはアルカリに傾いているので、歯垢が歯石といって硬い石状のものに変わるのがですね、すごく早いです。石灰化しやすいんですね。はい。で、その歯石がついてしまうと歯磨きでは落とせなくなってしまうので、表面がザラザラになって、その上にまた歯垢がついて、で歯石になってという悪循環を繰り返してしまいます。で、歯垢がついて歯石がつくとですね、そこの中に歯周病原細菌というのがいまして、でその細菌がですね、毒素を出して骨だったりとか歯茎を溶かしてしまうんですね。なので歯自体が溶けるというよりも、歯の周りの組織が溶ける歯周病と呼ばれる病態が起こってきます。その歯周病になると、はい、ワンちゃんにとってはものすごくちょっと心配ですか？そうですね、歯が歯の周りの組織が溶けて歯がぐらついて抜けてしまうのはもちろんなんですけれども、痛みを伴ったりとか、あとワンちゃんの場合はですね、骨がもともと薄いところがあってですね、で鼻と口を隔てている骨が薄くて、で犬歯がですね、はい、この鼻の近くまで来てるんですね、犬歯の根っこがですね。そうするとこの周りの骨が溶けてしまうと、鼻と口が穴が開いて貫通したような状態になってしまうことがあります。でこれまずいじゃないですか？そうなんです。で慢性的にずっと鼻水が出てるとか、くしゃみが出るっていう子は歯が原因のこともあります。はい。ですね。そしてもちろんなんか食べ物もちゃんと食べられなくなるっていうことになるんでしょうか？そうですね、痛みがあるとですね、硬いものが食べられなくなったりですね、そういったことが出てくることがあります。あと一番怖いのがですね、はい、歯が悪くなって、下顎の歯なんですけども、第一口臼歯と呼ばれる一番大きな歯があるんですけれども、この根っこってすごく深いところまで骨に入ってるんですね。でこの周りの骨が溶けてしまうと、下の顎の骨折を起こすことがあります。で骨折を起こしてしまうと、もう口が開いてしまって、まあ、閉じられなくてということがあってですね、なので、歯周病って歯の病気というよりもですね、いろんなところに全身に歯周病菌が回ってしまって、肝臓、腎臓に負担をかけたりとか、心臓に負担をかけたりとか、全身疾患につながるような原因にもなり得ます。人間の世界でも今、はい、歯のケアがものすごく注目されてますが、はい、ワンちゃんもということなんです ね、 そうですね。すごく怖い病気だと思います。全国のワンちゃんに歯周病を持っている子が多くてですね、ですので困ってらっしゃる方も多いと思うんですね。ただご飯が食べられるので、そのまま様子を見てしまってどんどん悪化してしまったりとか、早く気づいてあげるっていうのが大事なんですけれども、なかなかそれができないことも多いので、愛媛のワンちゃんたちの口の中、口腔の環境をですね、できれば良くしてあげたいなと思ってまいりました。飼い主のいない猫に餌を与えるだけでは猫を救っていることにはなりません。餌を与えて栄養状態が良くなれば、不幸な子猫が多数生まれます。不妊去勢手術を考えましょう。手術をすることで多くの病気を防ぐことにつながります。伊予郡戸部町リバーサイドショッピングセンター内、戸部ペットクリニックは猫ワンを応援しています。猫ワン松山市山越6丁目のトリミングドッグディーバです。あなたのアイドルを素敵に輝かせます。心を込めてトリミングいたしますので、どうぞお気軽にお問い合わせください。待ってます。ペットは飼い主さんだけが頼りです。飼う前には最後まで責任が取れるかしっかり考えましょう。
年をとって介護が必要になっても息を引き取るまで愛情を持って飼いましょう。旧国道196号沿い、伊予北条駅より車で3分、松山市北条辻松山北条動物クリニックは猫ワンを応援しています。具体的に歯垢歯石が軽度についていて歯肉炎があります。この縁が赤いですね。でここも歯肉炎があるような状態です。赤黒くなってるのが良くない？黒いのは、色素なんです。なのでワンちゃんは黒くても問題がないです。ただこういうふうに赤く少し腫れたりしているところは炎症を起こしているところです。ただ歯茎の退縮といって歯茎が下がったりはないので、おそらく骨は溶けてないかなと思うんですけれども、はい、歯肉炎と呼ばれるまだ過逆性の状態です。この状態で治療すれば健康な状態に戻ります。はい、いいですね。ありましたね、だいぶピカピカに歯石がなくなってですね、はい、すっきりですね。で歯茎もそんなに下がってないのでですね、はい、この状態だったらまたこのまま頑張ってケアをしていただければ歯を残していくことができるかなと思います。でただここが乳歯が残っていて蜜に生えてしまっているので、ここは抜歯が必要に、おそらくこの歯ですね、後ろの歯は抜歯が必要になるかなと思います。あとこの歯がないんですね。ここにあるべき歯がですね、本当は1本あるべきなんですけども、抜けてとか ないんですね。あと下はこっちはあるんですけども、反対側のこちらですね、ここはないんですね。ちょっと分かりづらいですね。ここですねはないんです。こっちはあるんですけどこっちないですよね。で上顎もこことここ同じ場所がないんですね。ですのでここに歯が永久歯が埋まってないかどうかっていうのはレントゲンで確認今からしていきます。この周りに歯垢石がかなり溜まってたので、このまま放っておくとここがどんどん歯周病が将来的に進んでしまうので、1本ですね、おそらくこの歯ですね、手前のこの歯を抜く。乳歯永久歯かもしれないです。これだともう過剰歯といって永久歯で過剰な歯かもしれないですね。それかもしくはこれが乳歯でこっちの内側に永久歯が生えてきちゃってる。
葉ですね。この葉が永久歯かもしれないんですけど、ここに生えていると結局この葉とこの葉をダメにしてしまうので、抜きますね。これ乳歯かもしれないんですけど、根っこが全く溶けてないので、このまま置いといても抜けることはないんですね。で9歳なので、多分もう今抜けてなかったらですね、自然に抜けることはないので、しっかり骨に埋まってたのでですね。でそうするとこれを抜いてあげることで、ここの歯の並びがですね、綺麗に一直線になったんですね。そうするとここに溜まってた歯垢歯石っていうのがですね、溜まりづらくなるので、この歯とこの歯を保つことができるかなと思います。で少しここに隙間が空いたので、ここちょっと縫合した方がいいかもしれないです。先生お疲れ様でした。ありがとうございます。小太郎ちゃんの飼い主さんに、はい、一言何かメッセージを。そうですね、小太郎ちゃんですね、今回抜歯する歯1本あったんですけれども、歯周病が進んでる歯はそれほどなかったので、飼い主さんがこれからケアをしてあげることで、この状態で維持できればですね、年齢がですね上がってもですね、自分の歯で生活することができるかなと思いますので、はい、頑張ってあげてください。猫は寒い日や雨の日、車のエンジンルームに猫が入っていることが、そのままエンジンをかけると車も猫も大変な事態になります。ボンネットを叩いてチェックだけだと大きな音に驚いて、猫は身を固めてさらに隠れてしまいます。ボンネットを開けて猫がいないかチェック、同時にウィンドウォッシャー液やブレーキ液、バッテリー液やエンジンオイルなどの量のチェックもできますね。ほんの30秒の手間で車も小さな命も守れます。これでよし。国道56号沿い伊予郡正木町神村動物病院は猫ワンを応援しています。犬や猫、フェレット、ウサギ、ハムスター、小鳥など、心配事は何でもご相談ください。一緒に解決していきましょう。一色動物病院。ハンディを持つお子様へ。テログループで IT を学びませんか？建築家になってなれるかも。夢を広げるテログループ。松山市上高野町のタンポポペットクリニックです。タンポポペットクリニックでは往診にも力を入れております。ワンちゃん、猫ちゃんを病院に連れて行くのが大変な時は私が往診します。お気軽にお電話ください。うちのワンちゃん大丈夫かなってね、なんか心配になる方も多いと思うんですが、はい、何かこううちのワンちゃんで、はい、今チェックした方がいいことって、なんか飼い主さんにできることって何かありますか？はい、そうですね、お口の中のですね、状態を、まあ、完全に把握するっていうのは難しいと思うんですけれども、まず口臭があるっていうのはですね、ワンちゃんは口臭があるのが普通ではなくてですね、口の中が臭いもんだと思ってましたけど、ね、口の中がきれいになっていれば口臭はないんですね。ですので口臭があるということは、もしかしたら歯周病がどこかで進んでいるかもしれないというふうに思っていただいた方がいいかなと思います。歯周病って人はね、まあ、初期でやると治るっていうことですけれども、はいはい、ワンちゃんは治るんですか？そうですね、ワンちゃんは、歯肉炎と呼ばれるですね、歯茎の炎症だけあって骨が溶けてない状態だとですね、お家でのケア
歯磨きだったりですとかそういったもので戻ります。炎症は落ち着きます。ただそこから進んでしまって骨が溶けてしまう状態、歯周炎と呼ばれる状態に進んでいくと、これは不可逆性といってですね、骨は戻ってこないんですね。ですので、お家のワンちゃんのお口見てあげてですね、歯茎がですね正常の、まあ、あるべきところよりも下がってしまっているようであれば、そこはおそらく歯周病が少し進行している、骨が溶けてしまっているのではないかなと思っていただければと思います。で、その状態で痛みを伴ってしまうと歯磨きを始めようとしても逆効果なんですね。汚くなったので歯磨きを始めようではなくて、もうちっちゃい頃から歯磨きの習慣をつけておいてですね、悪くなる前に予防をしてあげる、悪くならないように予防をしてあげるということが大事かなと思います。予防っていうと私たちと同じように歯磨きってことですか？そうですね、最終的には歯磨きなんですけれども、ワンちゃんただ何をされているかわからないので嫌がってしまう子が多いんですね。ですので最初は飼い主さんの指で口の中を触るっていう練習からしてあげるといいかなと思います。で、指でですねこのように優しく口を開けないで大丈夫ですので触ってもらって、で、口の中をですね触らせてくれるっていうことに慣らしてあげることですね。で、その時に、まあ、例えば好きな缶詰の汁だったりとか肉汁だったりとか、あと、まあ、好きな味のジェルとかがあればそういったものをつけてもらっても構いません。はい、で心地よく感じさせながらってことですね。はい、そうです。口の中触れるといいことがあるっていうふうに性の条件付けをつけてあげることが大事です。はい、で手で口を触らせてくれるようになったら、次はですね指にガーゼを巻いて、指以外のものが入ってくるということに慣らしてあげるんですね。はい、でそれもご褒美をあげながらですね、で、ガーゼを巻いてこすってみて、でさせてくれたらご褒美をあげるという形で、それもご褒美をあげながらいいことだというふうに思わせてあげてください。内側は口を開けないといけないので、開けさせてくれるこの場合はこう口の中に手を入れて磨いていただければと思うんですけども、なかなか多分ハードルが高いかなと思います。ですので最初は外側で慣れさせていただくのが大事です。で、そこまで進んで、まあ、口の中を触らせてくれる、抵抗なく触らせてくれるようになったら、次に歯磨き、歯ブラシを使っての歯磨きにステップアップします。はい、でなのでいきなり歯ブラシを入れるとですね、皆さん嫌がっちゃうんですね。なんじゃこりゃって思いますよ ね。なので最初は飼い主さんの手が入ってくるっていうのが一番スムーズに受け入れられるかなと思うので、そこから徐々に慣らしていくということが大事です。はい、歯と歯茎の間ですね、斜め45度にこう当てていただく。私やってます。やっていらっしゃいますか？ワンちゃんは虫歯があまりないんですね。歯周病の方が多いです。ですので歯周病を予防するためにこう磨いてあげる、上だと上斜め45度ですね、という形で磨いてあげることが大事です。で力を入れすぎない、力入れすぎると痛みを伴ってしまうので、軽く当てて細かく動かしてあげてください。はい、病院でのケアとなると麻酔をかけて、はい、ということになるんですね。はい、今日はですね麻酔をかけてその歯石を除去します。歯石はもう歯磨きで取ることはできないですので、どうしても全身麻酔での治療が必要になります。でよくですね無麻酔で歯石除去をするっていうのがですね言われてるんですけども、絶対ダメなんですね。絶対ですか？はい、絶対ダメです。どうして？はい、無麻酔で歯石除去をするとですね、まずすごく歯周病が進んでいる子の場合、その歯石を取った衝撃で顎が折れちゃったりすることがあります。実際に私が前勤めていた病院でもですね、そういったことをトリミングサロンで麻酔で歯石取りますねって言われてですね、取られて、でその後から口が閉じないということで見てみたら顎が折れていたことがありました。
ですので麻酔での歯石除去って、まあ、重度な歯周病の子にはですねもう禁忌なんですね。でさらに、まあ、軽度な歯石がついている子でもですねその麻酔で口の中の歯石を取るっていうことは痛みを伴ってしまうことがあるんですね。そうすると一時的に歯石を取ってきれいにはなるんですけども結局その後ケアができなくなってしまうんですね。で一番歯周病が進む進行する部分っていうのは歯周ポケットと呼ばれる歯と歯茎の間ですねの溝から進んでいくんですけども無麻酔で歯石を取ってもそこまでは届かないんですね。結局見た目だけ綺麗になって満足はするんですけれども一番大事なところの歯垢石が取れてないので歯周病は進行します。はい、ですので無麻酔で歯石を取ったりとかあとハンドスケーラーでお家で歯石を取られている方いらっしゃるんですけれどもやめていただいてワンちゃんの歯周病にとっては良くないんですね。そのじゃあ歯石ケアってのは、はい病院でってことですか。そうですね、歯石を取るというのはもう病院でになってしまいます。どれくらいの頻度で病院に行けばいいですか。そうですね、まあ、その子によってつき方が違うのでですね、まあ、半年から1年に1回チェックをしてもらいに行ってですね必要であれば処置をするという形でかかりつけの先生とご相談いただくのがいいかもしれません。いやー勉強になりました先生。今後ともちょくちょくこの北条の病院に来ていただけるということなので歯の布教活動じゃないけど伝道師としてぜひこれからも私たちに教えてください。ぜひよろしくお願いいたします。ありがとうございました。よろしくお願いいたします。もしワンちゃんや猫ちゃんがいなくなったらすぐに警察と保健所愛媛県動物愛護センターすべてに連絡してください。写真を持っていくと確実です。保健所に収容されると1週間から2週間で殺処分になってしまうケースが多いんです。マイクロチップを埋め込んでおくと首輪がちぎれても大丈夫です。今治市古国部桜井動物クリニックは猫ワンを応援しています。日本ケアドッグ協会はワンちゃんと飼い主さんの絆づくりをお手伝いします。ケアドッグ幼稚園トレーニングや遊びなど楽しく過ごします。ケアドッグスクール、基本的なルールからハイレベルまで個性に合わせてトレーニングします。無駄吠え、トイレのしつけなど何でもご相談ください。日本ケアドッグ協会。猫ワン。猫ワン、そろそろお別れだよ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。また見てね。